今山形県でも貧しいために食事ができない子どもたちが数多くいる。なんとか種まで、まさか日本で貧しさのために飢える子どもたちが再び現れてくる。こんなひどい格差社会になる、そのことをまだ多くの県民は気づいていない。なんと最新のデータでは今子どもの6人に1人が山形県では貧困家庭から通っている。こんなことでいいんでしょう。こんな格差社会、なんとか種まで。そして若者の4割が非正規労働で働く国になってしまいました。この日本、安定した職業がない、職業がなければ収入がない。通勤のための車でガソリンを詰めに来る若者が5リッターお願いします、10リッターお願いします、そういう若い今お客さんが多いんですよ。ガソリンスタンドの方が言っていました。こんなことでいいんでしょうか。若者を非正規で雇用することをもっと制限し、若者にしっかりとした安定した職場を与えます。どうもありがとうございます。そうすればその先に収入も安定し、結婚し、少子化対策というのはその先の話になると思うんです。なんとかさればね、今全く人を支えて人を幸せにする政治になっていない。自己責任なんていう言葉だけが一人歩きして、今奨学金が返せなくて、ありがとうございます、可愛い点ありがとうございます。今奨学金が返せなくて自己破産する若者が大勢いる。こんな日本でいいんでしょうか。なんとかさねばね、本来の支え合う助け合う社会を取り戻そうではありませんか。ありがとうございます。そのために鶴岡の皆さん、この夏私花道や野党統一候補の、ありがとうございます、野党統一候補の私花道や、そして野党だけではありません、今の政治ちょっとおかしいと思っている多くの与党支持者の皆さんにも、今の与党ちょっとおかしい、お気を据える一票が必要だ、そういう皆さんにも広く県民党として呼びかけて、このおかしな政治をストップさせる、そして人を幸せにする政治を取り戻す戦いを、この夏皆さんと共に力を合わせて戦ってまいります。人の優しさを集めて社会をより良くするために、みんなで戦っていきましょう。人に優しい政治にズームイン。ぜひ花道屋に皆さんのお力を貸してください。与党のように権力での一票はありません。皆さんの口コミ、そして草の根の一票で、この権力対県民という今回の選挙の構図を戦い抜こうではありませんか。たくさんの皆さん、ご声援ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、頑張れ。